侍の世界一を韓国史も称賛次の黄金期を開く1あ r 敗退した時刻との違いに注目日本が優勝できた相当な理由を紹介主戦が20代序盤日本代表侍ジャパンが21日日本時間22日 米フロリダ州マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック WBC の決勝戦で米国を3対2で下し3度目の世界一に輝いた1次ラウンドで戦った韓国でもこれを称える声が上がっている日刊誌「スポーツ挑戦」では日本が優勝できた相当な理由として勝因を分析している 記事は日本が2013年2017年と2大会連続で準決勝で敗れた時黄金期は終わったという評価が多かったしかし6年ぶりに戻ってきた WBC で日本は完璧な世代交代に成功し再び強い代表チームを作り上げたと評している 今大会に出場した日本チームの野手中、主軸は大部分が20代だったことに触れている。大谷翔平投手、エンゼルス、や吉田正尚外野手、レッドソックス、岡本和真内野手、巨人、らの名前を挙げ、確信にいる選手たちが皆20代後半で、今が全盛期と太鼓判を押されている、としている。 それだけでなく、今や代表チームの主戦に成長した選手たちが20代序盤だという点にも注目しなければならないとして、佐々木朗希投手、ロッテ、や山本由伸投手、オリックス、さらにマイク・トラウト外野手、エンゼルス、から三振を奪った高橋宏斗投手、中日、や、準決勝、決勝と続けて活躍した村上宗隆内野手、ヤクルト、お紹介。 あまり年齢を重ねていないにもかかわらず、国際大会でも確実に通用すると証明してのけた選手が目を引くとした。最後に、彼らを主軸に野球日本代表侍ジャパンは次の黄金期を開くと見られると締めくくられている。記事の背景には 今回の韓国代表が3大会連続で一時ラウンド敗退を喫し、韓国野球委員会久保が謝罪する事態となっていること。いまだに北京五輪で金メダルを取った際の主力選手が代表の中軸を担っていると指摘されていることがあるとみられる。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。韓国メディアが日本の野球を称賛することはめったにありませんが。 今回ばかりは強がりや日本への批判はさすがにできないようですいまだに北京五輪の栄光を引きずっているようですが時代は大きく変わっていることにやっと気がついたようですスポーツマンシップも含め韓国野球はやり直した方が良さそうです反比を叫んでも野球には勝てないことを知るべきでしょう 難しい評論並べないですがすがしく日本をたたえておめでとうと言えばいいのに理屈でなく時には心と感情でリスペクトを表すことが大切だと思うこれだけ野球に関わる国々が今日という日を熱狂しているのに違和感しか感じない日本野球に黄金期なんてない常に受け継がれて常に成熟期だからそれにすら気づいてない 別にに日本の野球が最近級に強くなったわけではありません。例えば日本の高校には4,000校近い野球部があるのに対して韓国では野球部がある高校は100校弱しかなく土台が全く違います日本は将来も安定的に競合としての地位に止まると思いますが韓国は現在の状況では弱体化する可能性もありえます 韓国では野球熱も低下しているようなので、今後は好成績を上げることは難しいかもしれません。大谷の言葉日本だけじゃなくて、韓国も台湾も中国も、その他の国も、もっともっと野球を大好きになってもらえるように、その一歩として優勝できてよかった。 そうなってくれることを願っている WBC は日程、会場など課題も多いけど野球が世界中で広まってくれるともっと楽しめると思います。勝った国との違いを注目するのは必要なことで、どの国もやってることなんだけど、その目的が反省して次に生かすことではなく、出場選手、スタッフを攻め立てて、吊るし上げることなんだよね。強くなるわけがない。 日本が2013年2017年と2大会連続で準決勝で敗れた時黄金期は終わったという評価が多かったそうなのベスト4でもすごいと思うけどねこの評価は韓国国内ででの評価ですよね日本ではもちろん優勝はしてほしいし期待はしているけどベスト4は残念だけどもうダメだという否定的な考えがなかったと思うよ。 優勝しなければだめと思うのは優勝などで徴兵免除がある国独特の思考なのではないかと思ってしまうまずは意識改革が必要韓国国民の大多数が日本で勝った時にピッチャーマウンドに国旗を立てたことを今でも誇りに思ってるらしいスポーツマンシップでは戦い終われば勝者と敗者がたたえ合うことこそが互いにリスペクトできる 今回も日本はチェコなど戦い終わればの精神が多くに見られた勝利至上主義では選手たちも野球本来の楽しさを忘れてしまい旗立てて喜ぶ国民性ゆえに負けたら国民はそうたたきしている韓国も良い選手はたくさんいるんだから選手指導者国民が意識を変えるところから始めた方が良いと思う 外国人選手ばかり活躍する状況をなんとかしていかないと韓国代表はずっと一時ラウンド敗退を続けるだろうね。昨年引退したイデホが3割3分23本塁打101打点の成績を残せるぐらい世代交代が進んでいない。「イデホが今大会の代表でもおかしくないよ」。「勝った負けただけの成績から逆算してもあまり意味がないと思います」。 特に日本が勝った、韓国が負けたというとそうなりがち。あの打席、投球のあの一球をどう考えるか。日本はファンも野球好きならそういう視点で見ている。選手はそこから逆算してどういう練習が必要なのかを考える。サッカーも一緒と思う。 韓国のののの野球の分分析析を見るると数字の分析はするがあまり意味のない確率論例えばこの選手は出塁したら生還率がどのくらいかというものまで次の打者の得点力得点圏打率の分析じゃなくてランナーとしての生還率を考えていたりするそれでは正しい練習もできないでしょう やはり韓国の市場で19段は多すぎるのではないかな。どのチームも先発投手の枚数を揃えれなくなり、助っ人外国選手ありきの編成になり、優秀な投手の上位を外国選手が占めてしまう現状。国内の優秀な選手を囲うために実力以上に年俸は跳ね上がる。結果海外に挑戦に出る選手も減ってしまう。 敗退したからといって謝罪会見をしなければならない雰囲気が異常2009年大会敗戦の時も戦犯探しがひどくそういうことをするから選手采配や選手のプレーにも影響してくる日本は20代の若い選手がどんどん出てくるのは日本はどの高校にも代替野球部があるのに対し 韓国はプロを視野に入れた人しか入らないからその裾野の差が出ていると思う中国や韓国は学生時代に部活動や地域のクラブでスポーツをする経験が少なく勉強づけで留学生から日本の部活動のシステムをうらやましいとよく言われる日本は世界でも部活が盛んな方でまたヨーロッパでは地域のクラブチームがありそこで団体スポーツに触れることができるけど 韓国は部活も地域のクラブもどちらも発達してない結局は韓国国民にとってスポーツは見て騒ぐもので自分たちがやるという発想が乏しいと思うこれも選手に対する異常で的外れな批判が頻繁に起こる原因だと思う